田中森地下教法18年7月24日は江戸時代の薩摩藩の武士。剣術立流の剣学で二代目宗家、意名縄上心、通称は木之助、入道してすぐる山と豪須。本性は佐々木源氏。一般的には田中すぐる山で知られ、立流もすぐる山流と言われることがある。弟子に大先帝聖や野崎次郎衛門。 日立流海祖はダジョイニア日立流の尾の豪右衛門、大脇衛門がいた。この5人の弟子は、縁武漢師範を務める。完成二年の諸株芸由来によると、父は田中久保衛門で、弟は久保左衛門のという。父の久保衛門と共に、国部より鹿児島に移り、当初は父が湖南土役を務めていた関係で城内に住んでいたが、後に西田村に移る。 西田村に移る前に、火事で、立流関係以外の、経図などの画像資料を消失したという。当初は、伊勢松浦の進む定義より次元流剣術を学び、父が創始者である立流を継がなかったが、父と試合をして負けたために立流を継いだと、次元流危機が危機金付録経図にある。また、人物伝微光付録では、島津光久高命により立流を継ぐという。 結局、すぐる山の名西洋の知るところなりと言われるほど有名となる。お大寺は西田村の養山やも王子。墓は後には雷竹寺墓地に移る。方号は結山正秀小寺。田中すぐる山の着家は三代でゆえあって耐えたが、弟、雲井門家が立流を送電し、その三代前ですぐる山の外孫の田中き助は演武官師範となる。 死亡年月日については、笑いたけ寺墓地ゆ書し参照。また、死亡年については、鹿児島市人名小6にも、教法18年とある、笑いたけ寺墓地ゆ書し参照。ありがとうございます。